はい、こんにちは。今日なんだ。今朝はね、まあ本当ね、夜中からね、フラフラしてたんですよ。なんかね、フラフラしてね、だるくてね、手が震えるんですよ。手が震えてね、歩けないんですよ。ガク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 して。で、血糖値測ったらね、その時はね、80ぐらいだったかな。血糖値80ぐらいで、で、だんだんね、65とか60とかになってね、ああ、低血糖のサインが出てね、ああ、これやばい。血糖値がめちゃくちゃ下がりだした。やばいと思って。で、おふくろ向けに買ってたパンをね、1袋、2袋食べて、ほんでまだ血糖値上がらんから、お菓子っていうか何、ブルボンの甘いやつを食べてね、相当食べたんですよ。そしたらね、血糖値が100、しばらくしてね、170ぐらいまで上がりましたかね。でもね、ああ、俺もう死ぬなと思いましたね。確かにね、糖尿病の人ね、高血圧でね、高血糖でね、血糖値が高いからって、その高いということで、ね、亡くなる人はいないんですよ。まあ、要は、足が壊死して足を切るとかね、で、腎臓の働きが悪くなって透析をする。あと目が見えなくなる。だからこういったね、まあ、合併症があってね、まあ、それから亡くなる方はいらっしゃるんですけどね、その血糖値が高いということだけで亡くなることはないんです。ところが血糖値はね、血糖値で意識不明になって亡くなる人多いんですよ、低血糖で。だからよく聞くのはね、ボディービルダーいるでしょう。で、ボディービルの人は大会前になるとね、減量でね、脂肪とか砂糖を取らないんですよ、糖分をね。で、それで亡くなった人もいるし、これね、低血糖はね、命の危険がありますね。僕もね、ある方がね、DM いただいてね、糖尿病が80を切ると手が震えて何もできませんって言われてましたけどね、僕もね、80、血糖値が80ぐらいになってくるとね、もうちょっとね、自分で分かってくるんですよ。フラフラとかね、こう手とかがブルブルブル震えるんですよ。で、70、60ぐらいまで落ちてくると、もうね、歩くのもね、ガク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 してね、ああいかん、これ倒れるっていうね、その倒れそうだっていうのが自分で分かるんですよ。で、今日はね、ちょっと初めてのことだったんで、慌ててね、パンを食べたんですけどね、本当はね、甘いね、オレンジジュースとか、ブドウ糖とかね、まあ、コーラでもいいでしょうね、置いといて、そういう時になった時に一口飲むっていうね、ことの方が良かったんだとは自分で思うんですけど、まあね、慌てたのと、まあ、しんどいのと、で、目の前にあったのがパンしかなかった。それで、まあ、必死で血糖値を上げようと思って食べたんですけどね。ああ、僕ね、糖尿になってもう何年、もう何年ですか、初めて入院したのは2019年、5年ぐらい前か。5年ぐらい前に初めて分かって、それからね、低血糖になったの初めてなんですよ。正直、本当に。70を切るなんていうことはね、僕は今までなかったんですよ。どんなに時も。ところがね、今日はね、やばいと思ったら60とか61で、ああいかん、もういかん、これフラフラやばい、これは、ああ、食べるものがない、飲み物がない、ああそうだ、袋のパンしかない、パンとお菓子しかないと思ってね。でも、パンとお菓子だとね、急速に血糖値上がるって言われてるんですけど、量がねあれなんでね、やっぱ飲み物が一番いいのかなと思ったんですけどね、まあ買うの忘れました。残念。これね、この最近ね、このしんどいとか、これ夏バテだと僕思ってたんですよ。手が震えたりね、こう歩くときガクガクっとしたりね、あ、これもう完全な暑さにやられたなと思ってたらね、やっぱね、夏バテも多少あるんでしょうけど、低血糖が原因のような気がしました、今日。正直僕ね、今まではね、血糖値が400、500いくとね、あ、俺どうなるんだろうっていうね、逆に不安なんですけどね、その
血糖値が上がった時の体の状況と血糖値が低血糖になった時の体の状況だとね、低血糖になった時の状況の方がね危機感を覚えるんですよね。正直あの体の異変っていうかね、まあ震えるとか歩けないとかね、もうだるいっていうよりね震えるんですよ体が。低血糖になるとね、なんか糖分を欲してるっていうんですかね。まあこれはね今日は本当ねあのビビりましたね朝から。普通はね僕朝上がるんですよ血糖値が。血糖値がね普通はねちょっとねちょっと、ね、夜中下がって朝からちょっと上がっていくんですよ。ほんで朝ごはん食べるとちょっと上がってまた下がるっていうね、そういう状況なんですけど、今日は朝目が覚めた時からフラフラ。ああ低血糖はほんと怖い。ほんとこれね糖尿病を患ってる方はね、あの低血糖の怖さも分かられてると思いますけどね、ほんとやばい。ちょっとねやっぱ管理がきちっとできてないのかな。でもね僕糖分を取らないようにね、自分で糖分を取らなすぎるのも悪いのか、ちょっとねやっぱおにぎり1個ぐらいはやっぱ1日で食べないとダメなのかなとかね、まあそんなことをね正直あの思ったりもしますね。日本人なのにね米を全然食べないってどういうことみたいなね。米食べないと力が出ないんですよ本当。今日昼食べようかな米。もう米食べないとねちょっとやばい。昼だけちょっと食べるようにしようかな。お袋とちょっとね米買ってきたんですよ。ちょっとまあ量をね制限さえすればねいいかなという気もするんですけどね、米を食べないとねほんとねこれはねちょっとねやばい。バランスがだからちょっと極端すぎたな。まあかといって上がるのも怖いしな、血糖値が上がるのも怖いし下がるのも怖いし。でも下がったらねそのまま気絶するかもしれないって先生言ってましたけど、気絶して僕は楽になるけど残されたお袋のことを考えるとねまだね先に行くわけにいかないんですよ。だからそれ考えるとねもうちょっとね自分で管理しようかなとそんな風に思ってます。あれこれねちょっと待って、あれ